脱会に資金は、白木の第四代の王で、生は昔、名は脱会。都会に資金とも記される。第二代の南海継次、継合の娘の阿公夫人の婿。白木の王族三世のうちの昔死死祖。脱会が船で捕来した人物であることを示す、総和などと合わせて、出生地を日本列島内に所在すると見る向きが多く、丹波国、田島国、 ヒゴ国玉名軍、須王国沢軍などに否定する説があり、上海道県一は神話である以上、多系統の伝承が混ざっているだろうと述べた上で、脱海は丹波国で玉作りをしていた王で、交易ルートを経て、白木にたどり着いたというのが、脱海神話の骨子であるとし、神話の詳細な虚実は置くとしても、昔氏は和国と交易していた氏族だと推測できるとした。この他に、 三国維持の流上国をアイヌの部族国家とするアイヌ系説もある。三国式白木本に脱会に資金は誕生及び即位については以下のように記している。和国の東北千里のところにあるタバーナ国で、その王が女人国の王女を妻に迎えて王妃とし、妊娠してから7年の後に大きな卵を産んだ。王は王妃に向かって人でありながら、 卵を産むというのは不吉であり、卵を捨て去るように言った。しかし王妃は卵を捨てることに忍びず、卵を絹に包んで宝物と一緒に箱に入れて、海に流した。やがて箱は、金韓国に流れ着いたが、その国の人々は、怪しんで箱を引き上げようとはしなかった。箱はさらに流れて、新刊のアチンホの浜辺に打ち上げられた。そこで老婆の手で箱が開けられ、 中から一人の男の子が出てきた。この時、白木の各巨星こそ間の39年であったという。老婆がその男の子を育てると、成長するに従って風格が優れ、知識が人並みならぬものになった。長じで、第二大南海次々をす五年に、南海次、継久男の娘をめとり、10年には、大助の位について、軍事、国政を委任された。 南海津月号が死去した時に樹里西巾に王位を譲られかけたが、賢者は葉の数が多いという当時の風説をもとに餅を噛んで葉型の数を比べ樹里西巾に王位を継がせた。樹里西巾が五十七年十月に死去した時には王の異名に従って奪海が王位についた。三国維持によるとはじめ生命がわからなかったので箱が流れ着いたに笠先がそばにいたことから、 カササギの字を略して、昔を生徒し、箱を開いて生まれ出てきたことから、脱会をなとした、という。くだらの太郎と河津山次郎をめぐって、たびたび戦争があった。また73年、和人が木出島に侵入してきたが、各艦の羽ガラスを派遣したが勝てず、羽ガラスは戦死した。77年には、カヤと戦って大勝したあの吉門を、波人に引き上げた。 65年には、後の禁止応答の始祖となる金あちを国行が発見し、後継ぎとして養育することとなった。実際には、脱会西金の後は、樹里日金の子が王位を継いで、バサ西金となり、樹里日金系の4人の王の後で、脱会西金の孫が罰旧西金が王位につくという複雑な継承となり、禁止の応答が直ちに立てられたわけではなかった。詳細は、 朝鮮の君主一覧白木の王慶図参照。在位24年にして80年8月に死去し、首都近所の北城、遺久に葬られた。ありがとうございます。